武田信玄。一分解説。武田信玄は開国現在の山梨県に生まれた武田家の戦国大名。1541年21歳の時、父である武田信虎を今川に追放し、家督を継ぐよ。1547年軍国公である甲州法度の次第を制定したんだぜ。1548年上田原の戦いで村上義清に敗北。1550年村上義清が治める砥石城を攻めるも砥石崩れと呼ばれる大敗を喫するよ。1553年上杉謙信との長年にもわたる川中島の戦いが起こるよ。1572年三方ヶ原の戦い徳川織田連合に勝利。1573年三河攻め中に病状が悪化し、開国に引き返す途中で病死没年53歳。よろしければチャンネル登録・高評価お願いします。またな。